キュートの中島咲です。本日は秩父にやってまいりました。2017年初秩父です。ここはですね、足学母の氷柱ってところにやってきております。なんと人工で作ったんですよ、ここ。なんかもともと何もなくて、でもここを観光スポットにしたいと思い試行錯誤をして、今プシ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 って聞こえるかわかんないけど水が出てるんですね。その霧吹きみたいなやつで枝にとかに水かけて氷柱ができるらしいんですけど、すごいですね。本当にトンネルくぐった瞬間この景色で、めちゃくちゃ素敵なスポットだなと思います。夜にはライトアップされてもっとロマンチックになるみたいです。そしてね、なんと去年4万4000人のお客様が来たらしくて、この氷柱2ヶ月間しか開かれないんですけど、2ヶ月でもう4万4000人が来ていて、すごいですよね。なんか嬉しいですよね。必死に作ってオープンして、そんなたくさんのお客さんが足を運んでくださって、私初めて知って初めて来たんですけど本当に感動したので、なんかメンバーとかも見に来てほしいなって思います。もちろんファンの皆さんもぜひ遊びに来てみてください。そして今日はですね、西武秩父駅の一日駅長をやらせていただきます。ちゃんと車掌さんの制服も着るんですよ。パンツ型のやつにしてやるんですけど、すごい楽しみです。あとは泣きいちごに初めてご対面するので、それも楽しみですし、今日は思う存分秩父を楽しみたいと思います。2014年に秩父いちごを応援させていただき、2015年には観光農業全体を応援させていただき、今年もこうやって秩父に遊びに来ることができて本当に嬉しいです。ありがとうございます。私はですね、あさっての1月22日の深夜1時5分からスタートする TBS の新番組ふるさとの夢っていう番組の MC を担当させていただくんですけど、こちらの番組は、毎週1つの町や村にスポットを当てて、そのふるさとの活動を頑張って応援している方の思いを伝えていく番組なんですけど、第1回目と2回目はここ秩父にスポットを当てさせていただくことに決まりました。それからも、これからも、秩父観光農業応援アンバサダーとして、もっともっと秩父の素敵なところを紹介できるように頑張っていきたいと思いますので、皆さん今年もよろしくお願いします。今日はありがとうございます。それでは収穫お願いいたします。わあ、ゆっくりゆっくり、はい、はい、チでれんいただきます。おいしい泣きいちご、なんか愛情をかけて育ててもらったんだなって思いますね。ありがとうございます。本当に小松沢レジャー農園にやってきてます。いやー、いちご食べさせてもらったんですけど美味しいです。本当に美味しい。うん、なんかやっぱ物によって味食感が違うらしいんですけど、でも全部美味しいですそうですね、まだ私いちごそんな詳しくないから、なんかほのかに、あ、このいちごの種類はちょっと酸味があるんだなぐらいしかわからないんですけど、でもそんな私でも味の違いが少しわかるぐらいなので、はい、皆さんが来てもう楽しいんじゃないかなって思いますし、こちらはこうやって立って取れる方のいちごでして、向こう側にさっき式やったところ座って取るんですけど、どちらとも味は美味しいですので、なんか好みで来てみてください。ご乗車ありがとうございました。西武秩父終点です。忘れ物なさいませんようご注意ください。2つある改札口の最初の改札口では急転のみお待ちください。秩父地域観光農園 PR キャンペーンの一環として、午前中は秩父いちご園開園式に出席いただき、ナッキーいちごの収穫やいちご狩り体験、そして埼玉県育成の新品種の試食などを行っていただきました。はい、では中島さんにちょっとお話を伺いたいと思うんですが、はい、今日の開園式いかがだったですか？いや、もうすごいいちごが真っ赤に染まっていて、で、その先ほどおっしゃってたんですけど、秩父で作られた、新種のいちごを食べさせていただきました。菜園医
1号と3号を食べさせていただいたんですけど もう今まで食べたことないぐらいいちごの粒の食感がすごいあって、食感が楽しいいちごと、あともう練乳がいらないんじゃないかってぐらい甘いいちごを食べさせていただき、今もうこうやって試行錯誤して新しいいちごを生み出してる秩父にすごく感動しましたね。はい、皆さんどうですかこちら制服姿ありがとうございます。でもまさか私が一日駅長をやらせてもらえるなんて思ってなかったので、すごい嬉しいです。私もたくさん自分の携帯で写真撮りたいなって思ってます。はい、こんな駅員さんがいたら駅がすごく華やかに明るくなりますよね。ありがとうございます。それではタスキをかけたいと思います。では、一日駅長よろしくお願いいたします。さあ、中島咲希さんによります西武秩父駅一日駅長の誕生でございます。さあ、そして皆さんの方に向かっても敬礼をお願いいたします。かっこいいですね。大きな拍手をお願いいたします。これは観光の仕方としては出発検車なんですけども、あれが左側の赤が青になります。入ります。そうした時に出発進行っていうのは進行信号を言うんですね。だから出発信号機が進行信号出ましたってことをどうにかと出発進行。この度一日駅長になりました中島です。イエーイ。いやー、びっくりですね。秩父観光農業応援アンバサダーになって、農園だけでなくこうやって秩父西武鉄道の一日駅長をやらせていただけるなんて想像もしてなかった。だってさ、この駅長とかなんてさ、もうなりたくてもなれない人いっぱいいるんですよ。なのにこうやってすごい貴重な経験をさせてもらって本当に本当に楽しかったです。出発進行ってできたの気持ちよかったな。もうプライベートでも動画撮ってもらっちゃったんですけど、はい、いや本当に一生の思い出の宝物です。本当にありがとうございました。駅長はちなみにね、この帽子かぶってデレレレレレリボンがついてて、下はこんな感じです。パンツスタイルにしました。スカートもあったんですけど、私はパンツがいいと思って、駅長っぽいじゃないなのでパンツにしてみました。まだまだ秩父楽しみます。そうですね、2014年から秩父を応援させていただいて、こうやって今年も、秩父、観光農業応援アンバサダーとして秩父に来れてることが本当に嬉しいです。いつ来ても皆さんが本当に温かく迎えてくださって、本当に私にとって第二の故郷のまだ存在になっています。これからもお世話になりたいと思ってます。よろしくお願いします。それでは行きたいと思います。皆さんグラスをお持ちください。行きます。乾杯。中島咲希さん、今ですね、もう3年目になるんですけども、先日ブログを見てたらですね、はい、2月の5日の日が誕生日だと、はい、そうです。というのが見えて、まあ、せっかく秩父に来るということでですね、ちょっと早いんですけれども、今日食べていただいた埼玉県が開発した 新品種で、さっきのいちご、特別すぎる。そうそうそう、それでちょっと作らせていただきました。ねえ、めっちゃ嬉しい。じゃあ、降りますね。置いて、はい、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しい。本当になんでこんな優しいんだろう。なんか私も最初秩父のいちごを応援するのやるよってまず電話で言われたんです。でっていう話あるんだけどやるって言われて、めちゃくちゃやりたいですって言って受けて、でいちごを応援しました。そしたら観光農業になりますそしたら駅長をやらせてもらってます。そうやって誕生日もお祝いしてもらってます。もう嬉しすぎ。皆さん本当にありがとうございますって感じですね。はい、もう今日は本当に楽しいでしかなかった一日でしたね。
秩父観光農業応援アンバサダーを務めさせていただいて、それだけでも、まあ、お仕事として本当に嬉しいことなんですけど、こうやってなんだろうな、秩父の人自体がすごい優しいので、もう人と人とのつながりをすごいなんか幸せに感じれて、こんな素晴らしい場所があるんでしょうかってぐらい、さっき皆さんでワインの試飲をしてたんですけど、すごい楽しくて、もう本当に実家で新年会やってるみたいな勢いぐらい、本当になんか皆さん優しくしていただいて、はい、私ももっともっと秩父をアピールしていきたいなってさらに改めて思いましたね。もう本当に景色も素晴らしいところたくさんありますし、食べ物も美味しいし、人も温かいし、本当にこんな3つ揃ってる、もう結構しかも全部が高得点なのでところないと思いますので、はい、皆さんぜひお時間ありましたら秩父に遊びに来てください。そして私も絶対秩父にプライベートで遊びに来ます。もうさっき約束しちゃったから絶対来たいと思います。今日は本当に、なんだろうな、楽しかったです。素敵な時間をありがとうございましたっていう感じですかね。それに1日駅長の時もファンの皆さんがすごい集まってくれて、もう4日3日前ぐらいにブログの方で私告知したんですけど、それでも皆さん、時間を合わせて来てくださって、本当にファンの皆さんの温かさも感じれたし、秩父の皆さんの愛も感じれたので、本当に素敵な1日でした。もう帰りたくないですけど帰らなきゃです。ありがとうございました。以上、秩父観光農業応援アンバサダーの中島咲でした。そして3月には里山里海ムーブメントのイベントがあります。皆さんぜひ集まってね。場所は幕張メッセです。じゃあね。